ゆっくりしていってね。かもしかめ！おっしゃ、行くぞ！大一番に壊す！よいしょ！始まりました。今回の第一試合のアウトは何だ？本場戦ではこの第一ゲームが結構使えるのでは？思い最新作用しております。今回の不思議耐久も当たりませんからね。まあ、ガードされた先の隙が大きすぎるので、ルールに飛び降りながらガッツアウトを混乱させていきたいですね。この EX 若干、あれ？しゃがみガードだっけ？ゆっくりガードだっけ？この感じになりますね。連続で出されると空対空してきますね。世界は広いの。ラウンド2です。ここね、しっかり攻撃が当たる距離で飛ばないとダメじゃない？いくつね。前回はリズミカが当たってくれています。ここなぁ、今はこのまま行きたいところなんですけど、飛ばないのが怖くて見つかない状態をしているんですよね。体力が潤沢にあるうちに仕掛ければよかったです。そしてラウンド2は裏に回り相手に当たってくれました。リズミカが2発目倒してこっちが勝ち。わーわーい。最終ラウンドです。スーパーアーマーって厄介ですよね。まあ、ミカも持っているんですけど、ここでダロスキッチを壊されるのは厳しい。体力が少ない。リズミカーですね。それにしても今回のボンバーは通常若干出してこないですね。ミカの V3 を使用できやっぱり好き。あっという間はロウリタケです。ダメキャラは素早いロウリタケに対処するのは苦手なんじゃね。勝手に思っているので短い竹を選択しましたが正解でしたね。もっと逆感してきていいのよ。始まらないだろ。言葉は必要ない。第一試合の相手はサガットです。ポイズンで挑戦するのはめちゃくちゃ久しぶりです。この回転で一回一回手が減りましたよね。サガット前三戦士の大会で活躍している時はすげえだのに、難しいんですかね、下がっと。まあ、私はステコヤパカが安定しないように使うのを諦めたんですけどね。画面端だな。どうしようもできないな、これ。ラウンド2です。今回は画面端に追い込められないように先回っていかないとですね。先にだけ画面端付近を維持します。そしてハードレードで弾と相打ちを取っていく。こうしていると相手は何でするでしょう。多分相手は届く。やべ、あまり画面端には近づかないようにしましょう。まるで息を入れ替えられるのが怖いですから。能力結構高いっすね。ここはじっくりと行きます。危ない。じっくりと行きません。適当に下がりに抜け出してはいけない。悪いね。出直しといて。最終ラウンドです。相手は結構下がってくれますね。画面端で画面で差を狙っているのでしょうか。最近ラウンドなので大胆にゲージを踏んでダメージを稼ぎたいところなのですが、DX が決まりましたね。ここでダメージして、上手からが飛びつくないっすか。これで体力は拮抗した感じですかね。
ハートレイドが復活しないのか。ここは EX ハートレイドが復活をかけます。もったいない。なんともったいない。逃がすか。攻撃からになりますので、かつて相手の下側に合わせられるかも。よし、今のはよく回避できます。終わったか。ゲージがあれば負けていました。空気って大事ですね。トライ。暴殺して中継で叫ぶ結果オーライです。ポイズ嬉しい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。